これもっと安くなるでしょ。偉そうな態度でそう言ってきたのは取引先の部長だ。その話は何度もしてきた。きちんと理由も説明しているのにまだこんなことを言うのか。そっちがその気ならこっちにも考えがあるんだからな。俺の名前は高野。父から継いだ工場を経営している45歳だ。うちは部品を作る工場で特殊なものにも対応している。特許も取っていて他では作れない部品を作っていることもあり、いろいろなところからの発注がある。大変ではあるが、なるべくお客様に寄り添うという父の代からの経営方針は変えたくないので、相手の要望を聞き、それを実現できるよう努力しているのだ。それは大企業相手でも同じで、うちで一番の大口の取引先である企業は父の代から長年の付き合いだ。先方の担当者は阿部という部長で、少し前に担当が交代したばかり。ただこの阿部は発注してやっているという態度が透けて見える。特に値引き交渉が激しくて困っているところだ。この企業に卸している部品は特殊なので、他のものに比べて単価が高い。阿部はどこまで理解しているのか。他の工場だったらもっと安いんだけどな、とブツブツ言ってくるのだ。一応この部品はうちが持っている特許技術を使っているので、他で同じものは作れませんよ、と説明しているのだが、阿部はこちらを見下した態度で、特許技術ね、とあからさまにため息をつく。どんな特許なのか、なぜ他では作れないのか、説明しようと思えば全て説明できるのだが、果たして俺がわざわざ阿部に対して説明するものだろうか。特に説明を求められているわけでもないし、俺は最低限のことしか伝えていない。だからなのか、阿部はうちの技術を大したことないと思っている態度だ。うちは別にこの企業とのつながりがなくなっても構わない。確かに大口の取引先なのだが、金額や納期で無理を言われるストレスを考えると、他の取引先を増やした方がいいとも思っている。でも阿部はそうは思っていないから、大きな態度に出てくるのだ。ある日またしても阿部がいつものように値引き交渉をしてきた。今度作ってもらうこの部品だが、もう少し値下げしてほしい。今回の取引金額は総額で8億。これでも値下げした結果だ。それだけ特殊な部品ということなのだが、阿部はまだ値引きしろというのか。俺は無理だということを阿部に伝える。阿部さん、御社の要望を取り入れて作る、いわば特注品です。うちの特許技術も使っています。これ以上の値下げというのはちょっと。そう言うと阿部は明らかに不機嫌になった。できないというのか？だったら他に頼んでもいいんだぞ。出た。まただよ。俺はため息をつきたいのを我慢して口を開く。何と言われようと、これ以上の値下げは無理です。きっぱりと言うと阿部は、そうか、残念だ。じゃあこの契約は破棄だな、と言った。俺が慌てるとでも思ったのだろう。でも俺はむしろ内心喜んだ。そうですか、うちとしても残念ですが、それが御社の決断なのであれば仕方ありませんね。すると阿部は少し慌てた様子で、高野さん冗談ですよ、とにかく納期には間に合わせてくださいね、と丁寧な口調で言ってきた。実際うちに断られたら困るのは阿部の方だ。さすがに阿部も今から別の工場に頼んで、この部品の数を納期までに間に合わせるのは無理だと分かっているだろう。俺は、でしたら早めに契約書を持ってきていただけますか？契約書を交わしたらすぐに製造に取り掛かりますよ、と言うと阿部は鼻で笑う。わざわざ契約書なんていらないでしょ。早く作り始めてもらわないと納期に間に合わないですよ。でも俺は譲らない。今回は普段の部品とは違うものですし、
御社のためだけに作る特殊な部品です。ですからうちとしてもきちんと契約を交わしてからでないと製造に取り掛かれないんですよ。1ヶ月後の納期に間に合わせるには契約書は今週中に持ってきてもらわないといけません。いいですよね？阿部はうなずいた。わかった。じゃあ頼みましたよ。しかし1週間経っても阿部は連絡すらしてこない。これで納期に間に合わせろと言われても困る。でも本当に他の工場に頼んだのかもしれない。阿部に連絡を入れようと思ったが、ちょうどその時期に他の特殊部品の注文が入り、俺も工場でフル稼働することになった。阿部のことは頭の片隅にはあったが、来ないということはあの部品の契約がなくなったのだろうと思い、他の製造に力を入れる。そして1ヶ月後、阿部が言っていた部品の納品日だ。だが俺は他の仕事に追われていた。そこへ朝から阿部がやってくる。高野さん、これ契約書。と俺に突きつけてきたのだ。はい？俺は仕方なくそれを受け取り、視線を落とすと、なんとその契約書には8億の半分の4億と書かれている。これってどういう？俺が尋ねると阿部は得意げな顔で言った。8億円を半額の4億にしないと納品受けないから。その顔は半笑いで何ともバカにしている。は？それって他で使いようのない部品をうちに8億円も作らせて納品当日になってから半額にしないと受け付けないって言ってるんですか？俺が確認をすると、そうだけどそれが何か？と見下してくる。俺は呆れながら口を開いた。作ってしまった部品は納品するしかないし、それなら金額も安くすると思ってるんですか？阿部は、その通りだ。4億ならその部品の納品を受けてやる。うち以外で使いようのない部品、うちに納品するしかないだろ？とニヤニヤしながら言う。なんてせこいやり方なんだよ。でもこれは俺の勝ちだな。俺は笑顔で答えた。まだ一個も作ってないですが。その言葉に阿部はキョトンとする。は？俺はもう一度繰り返す。だから御社に頼まれた部品は一個も作っていませんよ。阿部は激怒した。納品日は今日だぞ、ふざけてるのか？俺は首を横に振る。ふざけてるわけないじゃないですか。あの日、今日の納品に合わせるには契約書を1週間以内に持ってきてくださいとお伝えしたはずです。契約も交わしてないのに製造に入れるわけないじゃないですか。阿部は、何を言っているんだ、話をしたんだから製造するのは当たり前だろ、と言う。俺は鼻で笑った。特殊な部品だから契約してからときちんとお伝えしましたよ。どうせあなたはうちに部品を作らせて納品日に契約金を半額にした契約書を持ってきて、うちがその金額で納品しなければならないようにしたんでしょう。そんな都合のいい話通るわけないじゃないですか。阿部は唇をかみしめる。なんだと？じゃあうちはどうしたらいいというんだ。あなたのお家度なのでうちには関係ありませんね。社長とは父の代からの付き合いですが、今回のようなことがあれば関係に亀裂が入るのは仕方ないですね。社長にもよろしくお伝えください。背を向ける俺に阿部は、おい!と声をかけてくるが、俺は、他の納期が迫っていて忙しいんです。これ以上邪魔しないでください。と振り返らずに工場に戻る。工場の外には、とぼとぼと去っていく阿部の姿が見えた。翌日、俺の携帯は朝から着信音が鳴り響く。相手は阿部だ。どうせ大した用事ではないだろう。そう思って俺は工場に入った。工場内では携帯を使用できないので、その後来た着信もすべて放置。数時間後、少し休憩しようと思い携帯を見ると、100件も着信が入っていたのだ。留守電を聞いてみると、
社長がすぐに部品の納品をしてほしいと激怒している。今日中に約束の納品をしろ、という内容だ。この人は何を言っているのだろう。契約書を交わしていない以上、うちが納品する義務はない。俺は阿部に連絡をしようかと思ったが、社員に呼ばれてしまったので、連絡する時間もなく工場に戻る。阿部には、工場に入っている時は、携帯は出られないと言ってあるので、本当に必要な連絡であれば、工場に電話をかけてくるだろう。だが、それもない。その日の夕方、工場から出て携帯を見ると、さらに100件もの着信が入っていて驚いた。さすがに暇人としか思えなくなってくる。留守電も入っていたので聞いてみたが、さっさと納品しろ、ということばかり入っていて、すべてを聞く気にはなれない。夕方からはピタッと着信が止んだ。これ以上連絡しても意味がないと思ったのか、誰かに注意をされたのかは知らないが、これでもう携帯を気にしなくてもいい。そう思っていたのだが、夜中の11時頃、また携帯が鳴った。相手は阿部だ。いくらなんでもこんな夜中には非常識すぎる。俺は頭に来て電源を切る。翌日出勤すると阿部の会社の社長から電話だと従業員に呼ばれた。俺が電話に出ると社長は不機嫌な声で、納期は過ぎているはずですがどうなっているんですか？と言われる。俺は首をかしげた。社長、お久しぶりです。阿部さんから話が行っていますよね。社長は、ああ、阿部からは4億で納品してもらうことになったと聞いています。随分価格も頑張ってくれたようですが、納期に間に合わないのでは意味がないですよね。と言う。俺はため息が漏れた。そして俺は社長に、阿部さんに契約書を持ってきてもらうよう言っていましたが、他の工場に頼むと言って契約を交わしていない状態です。しかも値段を下げると言った覚えはありません。うちとしては今回の御社の要望した部品は特注になるため、きちんと契約を交わしてから製造に入るとお伝えしています。ですが、阿部さんが契約書を持ってきたのは納品日。しかも勝手に8億から4億に変更していたんです。それで納品されてないと言われても、そもそも契約を交わしていないのですから、うちに納品する義務はありませんよね。と、今までの経緯を説明する。最初は不機嫌な声だった社長だが、次第に声色が変わっていく。しまいには、それは申し訳ありません。阿部に事実確認をし、またご連絡させていただきます。と、震える声で言った。社長はきっと、阿部のせいで恥ずかしさでいっぱいだっただろう。それから数時間後、工場に一台の車が入ってきた。降りてきたのはカンカンに怒っている社長と引きずられている阿部だ。俺が従業員に呼ばれて出てくると社長が頭を下げた。大変申し訳ありません。阿部も無理やり頭を下げさせられている。高野さんのおっしゃったことが事実だと阿部が認めました。社長はひたすら謝罪を繰り返す。しかも昨日の夜は阿部は功績を称えられ、社長と食事会をしていたそうだ。そりゃあ8億かかるところを4億で取引できたなら、俺だって阿部を称えるよ。でも、すべては阿部の嘘だった。夕方からピタッと阿部からの電話が止んだのは、きっと社長との食事会に行っていたからだろう。そこで早く納品させて、早く製品を完成させろ、と社長が言ったそうだ。そこで慌てた阿部は、食事会が終わった夜中になって、俺にまた鬼電をしてきたというわけ。俺はため息をついた。阿部さん、随分自分勝手ですね。阿部は俺を睨みつける。お前が契約すると言ったんじゃないか。また勝手なことを言い始めた。俺は阿部を問い詰める。私がそんなことをいつ言いました？契約するなら、契約書を持ってくるようにと言いましたよね。でもあなたは持ってこなかった。他の工場では真似できない技術だと伝えたにもかかわらず、他に頼むからいいとまで言いましたよね。
それで納品日に勝手に値下げした契約書を持ってきて、これで契約しろ、納品は今日だっておかしいですよね。こうなることがわからなかったのだろうか。うまくいくはずのない考えしかできない阿部がなんだかかわいそうになってきた。阿部は俺を睨んだ。俺は悪くない。意味のわからない反論に俺は思わず、いや、あなたが悪くなかったら誰が悪いんですか？と言ってしまった。お前のせいだろ？と大きな声を出す阿部に話をしようとしたが、その時社長が激怒。阿部、いい加減にしろ！と怒鳴ったのだ。阿部は、でも社長だって4億で契約できたらいいって思ってますよね？と社長に言った。社長は眉間にシワを寄せる。そりゃそうだが、契約できていないんじゃ意味がないんだよ。高野さんのところの部品がそんな金額で契約できるなんておかしいとは思ったんだ。こうしてる間にも新製品の製造がどんどん遅れてる。もう君一人では責任が取れなくなるぞ。俺は阿部を見る。今までのあなたの価格交渉にはうんざりでしたが、今回はもう我慢できません。うちのことをバカにするのもいい加減にしてくださいよ。うちの部品がなければ御社の製品が作れないんですよね。なのになぜそんなに見下した態度なんですか？すると阿部が開き直ったのか、そんなの発注する方が偉いに決まってるだろ。じゃなきゃお前らは部品を作ることすらできないんだから、とふてぶてしい態度で言う。社長はその言葉にあんぐりと口を開いた。阿部、何を言っているんだ。俺も驚いてしまったがすぐに反論する。取引先に偉いとかあるんですか？それにうちが特殊な部品まで作ってるって分かってます？うちを見下してくるくらいなら自分たちで部品も作ったらどうですか？できないからうちに発注してきてるんでしょ？それでどっちが偉いとかないと思いますけど。阿部は俺が反論したことにさらに憤慨した。お前は俺より年下だろ？俺の言うことだけ聞いていればいいんだよ。もう話すのも疲れてきた。俺はこの人があまりにも話が伝わらなくてかわいそうになってくる。取引先の年齢なんて気にしたことないですね。前から思っていましたけど、あなた随分残念な人ですよ。取引先を自分の思い通りにできると思ったら大間違いです。とにかくうちはもう納品することはありませんから。社長は阿部の態度に唖然としながら言った。うちの社員にここまで非常識な人間がいるとは思ってもいませんでした。本当に申し訳ありません。高野さんのおっしゃる通りです。社長は肩を落とした。しかし、今に見てろよ。こんな工場すぐに潰れるんだからな。と怒鳴る阿部に、いい加減にしろ。と一喝した社長は鬼のような形相で阿部を連れて帰ったのだ。随分面倒なことに巻き込まれたな、と思ったが、ひとまず言いたかったことも言えて俺はすっきりした。まあ、社長は大変そうではあるが。翌日、社長から電話があり、再び謝罪された。阿部は会社に大きな損失を与えたとして解雇になったという。阿部はうちだけではなく、他の取引先にも似たような態度をとっていたことが発覚したそうだ。社長はこれから謝罪行脚らしい。この事件のせいで新製品の製造ができず、企画自体が白紙。会社にも大きな損失があるという。社長とは長年の付き合いだし、阿部がいなくなったのなら会社としての取引はしても問題ない。俺がそう言うと社長は泣きながら感謝してくれた。それから数ヶ月後、担当が変わり、今までのような無茶を言われることなく、普通の取引ができるようになった。その新しい担当者が言うには、阿部は転職先もなく路頭に迷っているらしい。会社に来て心を入れ替えたと社長に泣きついていたそうだが、社長は突っぱねたという。そりゃ、どんなに心を入れ替えたと言われても信じられるはずがない。社長の判断は正常だ。
うちは今他の取引先も増えていてなかなか忙しい。従業員たちは忙しいものの、阿部が来なくなりストレスがなくなってよかったと言っている。俺に至っては阿部のことなんてもう思い出す暇もないくらいだ。俺はこれからもこの工場を繁栄させられるよう頑張っていこうと思う。無能が生意気に。そう言い放った社長を俺は無感情に見つめ返した。入社から今まで真面目に働いてきたというのに、社長の娘が社長の隣でニヤニヤと笑う。手にはスマホが握られている。社長の娘のこの行動が後になって大問題になるとは、この時誰も思いもしなかった。俺の名前は小川、55歳の会社員だ。娘は結婚して家を出たので、今は妻と二人暮らし。とある会社の資材部で部長として働いている。部下たちはみんな真面目で素直なものが多く、課長ともうまく連携が取れていると思う。俺は公私ともに充実した毎日を過ごしていた。そんな平穏な日々をぶち壊したのは、社長令嬢のレイカだ。彼女は数ヶ月前に中途採用の社員としてうちの部署に配属されてきた。明るい髪色を緩く巻き、爪はゴテゴテと装飾がされている。化粧も派手で、社服を着崩し、自分なりのファッションを確立していた。つまり、見た目からすでに社内規定から外れまくっている。社長曰く、大学卒業後からずっと遊び回っているので、社会性を身につけさせたいとのこと。何か適当に簡単な仕事でもさせてくれたらいいから。なんなら何もさせなくてもいいよ。美人の霊下がいるだけで部署の士気が上がるだろう。社長は娘に甘いと噂には聞いていた。しかしここまでとは。社会性を身につけさせたいんですよね、と思わず口をついて出そうになった。こうして霊下は俺の部署に配属されたわけなのだが、そこからは想像通りの苦労の連続だ。無断遅刻や欠席、挙句に勝手に帰ってしまうのはよくあること。それだけではなく、ネイルが痛むから、と意味不明な理由であらゆる仕事を拒否する。それならと電話応対などを教えようとすれば、社長令嬢の私には地味でふさわしくない。と、これもまた拒むのだ。挙句の果てに、いい加減にしろと注意すれば涙目になり、パパに言いつけるからと、社長の名前を出して脅してくる。そのせいで入社から数ヶ月経った今でも、霊下の能力は新入社員以下だ。部下たちも俺も、霊下には心底うんざりしている。まさしく部署のトラブルメーカーだ。特に部下たちと密接に関わる課長は苦労しているようで、目に見えてげんなりして見える。このままではいけない。俺は心の中でつぶやいた。おはようございます。今日も霊下が出社してきた。あくびをしながら気だるそうに。お早くない、と、おそらく全員が心の中で突っ込んだに違いない。何せ時刻は11時を回っている。始業時間などとうに過ぎて、むしろもうすぐお昼休みだ。おはようございます、霊下さん。連絡がなかったけど、何かありましたか？俺はさりげなく霊下に声をかける。霊下はデスクにつくなりスマホをいじっており、座ったまま俺を見上げた。え？別に。夕べちょっと夜更かししちゃって、起きたら始業時間過ぎてたっていうか、そんな感じかな。想像通りではあったが、改めて聞くと呆れてしまう。俺はため息をつきながら、一枚の紙を霊下に差し出した。昨日、霊下さんに作ってもらった書類ですが、こちらはミスばかりでしたよ。
パソコン作業をしたがらない麗華を何とか説得して、練習用の書類を作ってもらったのだが、誤字脱字はもちろん、とても見れたものじゃなかったのだ。麗華には時間がかかっても、見本を見ながらでもいいと説明した。いろいろと俺なりに考えたのだが、麗華にとってはどうでもよかったのだろう。ええ、遅刻の説教の次はミスの説教？マジうざ。麗華はだるそうに俺を睨みつけ、ねえ、そう思わない。と、隣の社員にちょっかいをかけ始める。社員は迷惑そうにしているのにもかかわらず、麗華は同意を得ようと社員の袖を引っ張っていた。麗華さん、まだ話は終わっていませんよ。俺は少し強めの口調で麗華に注意する。その瞬間、麗華の肩がびくりと跳ね、涙目になりながら俺を睨みつけてきた。何よ、私を叱ろうっていうの？パパに言うわよ。例のごとく、麗華はすぐに社長の名前を出して、俺に釘を刺そうとする。俺はひるまずに厳しく言い放つ。もう我慢の限界だった。社長の名前を出しても無駄です。私には部長としての責任があります。麗華さんの自由奔放な振る舞いは、部署のみんなに迷惑をかけているのがわかりませんか？これ以上、みんなの邪魔や、部署の空気を悪くするようなら、もう黙ってはいられません。容赦しませんよ。みるみるうちに麗華の目から涙がこぼれ落ちていく。顔は真っ赤で、嘘泣きではなさそうだ。だが俺は、毅然とした態度を崩さない。泣いてもダメです。うちの部署に入った以上、あなたは私の部下ですから。基本的な仕事も覚えず、遊んでいるだけなのに給料が支払われるなんて、あってはならない。俺の発言に同意するように、周囲の社員たちがうんうんとうなずく。麗華はわなわなと震え、俺の話を大声で遮った。そんなに言うならいいわ。お望み通り言いつけてやるから。あ、こら、待ちなさい。麗華は言うだけ言って、部署を出て行ってしまう。小川部長。振り返ると、部下たちが不安げな表情で俺を見ていた。麗華を怒らせた結果、俺がどうなるのか心配なのだろう。部下を安心させようと、俺は微笑んだ。大丈夫だ。むしろもっと早くこうすべきだったのに、みんなには嫌な思いをさせてしまってすまない。何、仮にも会社を背負う社長だ。娘に甘いとはいえ、その娘が部署全体の迷惑になっていると知れば、さすがに分かってくれるさ。そう言った直後、俺は内線で社長室へと呼び出された。部下たちの不安げな視線を背に、俺は社長室へと向かう。社長室に入ると、うすら笑いを浮かべた麗華と、見るからに不機嫌そうな社長が俺を出迎えた。麗華から話を聞いたぞ。遅刻くらいでみんなの前で怒鳴りつけたというじゃないか。かわいそうに。麗華はもともと低血圧で朝に弱いんだ。なんだその理屈は、と俺は目の前が暗くなる。仮にも会社を背負う社長。自分で言った言葉だが、これではまともな会話は期待できそうもない。私の部下にも低血圧で毎朝苦労している者はいますが、無断で遅刻をしてきたことなどございません。それに、麗華さんは夜更かしが原因で寝過ごしたとはっきり言っていました。俺は続けざまに普段の麗華の態度を一つ一つ並べていく。俺自身や部下たちも迷惑していると説明すると、麗華は顔を真っ赤にした。私はいるだけでいいって、パパが言ったんだもん。そうだぞ。言うにこと書いて迷惑とは何だ。貴様、誰の娘の話をしているか理解しているのか。社長の怒鳴り声と同時に、熱い感覚が俺を襲う。熱っ！あまりの出来事に、社長が自分のコーヒーを俺に向かってかけたと理解するのに数秒かかった。
とっさの出来事に両手で顔をかばったのが幸いした。左手首のあたりがじんじんとするが、顔や頭よりはいいだろう。信じられない。何をするんですか？たまらずにそう声を上げるが、社長はうろたえるどころか、鼻を鳴らしてせせら笑うのみだ。無能が生意気に、麗華を馬鹿にした罰だ。これで俺の気が済むと思うな。土下座か首か、どっちか選べ。無能、ですか。乾いた笑いが口から漏れる。俺は、今までこんな社長のもとで働いていたのか。信じたくないが、これが現実だ。今まで社長と直接関わる機会はほとんどなかった。ただ、娘に甘いという噂を聞いていただけ。あんた何笑ってんの？キモ。ほらほら、土下座しなさいよ。動画を撮って社内に拡散してやるわ。俺が泣いて許しを願うと思い込んでいるのか、麗華はスマホを構えながらニヤニヤと笑う。もう、さっきから録画してるんだから、早くしなさいよね。そういえば、俺が社長室に入室してきた時にはすでに、麗華はスマホをこっちに向けていた。どうせ俺が謝罪する姿を録画してやろうというのだろう。悪趣味な人だ、と俺は内心吐き捨てる。こんな会社にいても、きっと未来はない。俺は、きっと麗華を、そして、社長を睨みつける。じゃ、やめますね。私は何一つ間違っていませんから、土下座なんて絶対にしません。俺がきっぱり言うと、社長も麗華も眉を吊り上げた。はあ？マジで言ってんの？つまんない。小川くん。いいんだね。私の最後の慈悲を無駄にするんだな。土下座すれば許してやらんこともないと言ってるんだぞ。人にコーヒーをぶっかけて謝罪を強要して何が慈悲だというのか。むしろこちらが謝罪していただきたいですね。では、これで失礼します。俺はじんじんと痛む腕を押さえ、社長親子を無視した。後ろ手で社長室の扉を閉めると、麗華の笑い声が聞こえてくる。無能のおっさんなんて、もうどこも雇ってくれないわ。俺はやれやれと首を振り、大きなため息をつく。そして部署に戻るため歩き始めた。俺はその後すぐに退職願いを提出し、会社を辞めた。今は火傷の治療をしつつ、有給を消化中だ。社長たちとのやりとりの直後、火傷を負った俺を見て、部下たちは驚愕し、社長や麗華を心の底から軽蔑していた。あなた、火傷の具合はどう？俺が険しい顔をしていたからだろう。妻が俺を心配そうに覗き込んでくる。ああ、すまん。ちょっと考え事をしていただけだよ。俺は妻に心配かけまいと笑顔を見せる。確かにまだ火傷は痛いが、利き腕じゃなかったのが不幸中の幸いだ。それでも妻は心配のようで、こうしてちょこちょこ声をかけてくる。実を言うと、少し嬉しかったりするのは内緒だ。新しい職場に出勤するまで日がありますから、療養と一緒にゆっくり体を休めてくださいね。ああ、雪高くんには感謝しないとな。俺がうなずくと、妻がお茶を置いて部屋を出ていく。雪高とは俺の娘の夫、つまり義理の息子だ。妻の発言通り、俺は次の職場がもう決まっていて、その援助をしてくれたのが雪高である。雪高はまだ30代で若いながらも、自分で起こした会社の社長をしている立派な男だ。俺が仕事を辞めたのを妻から娘、娘から雪高へと話が伝わったらしい。雪高が支社を広げるにあたり人手が足りないのでぜひお願いできませんかと俺に声をかけてくれたのだ。向こうからお願いしている言い方だが、俺に気を使ってくれたのだろう。
俺としては実にありがたかった。おかげでゆっくりと心穏やかに過ごしていられる。雪高の誘いがなければ、再就職活動に頭を悩ませていたに違いない。俺がお茶をすすっていると、スマホが振動した。知らない番号だったが、念のため電話に出る。新しい職場関連の連絡だったら、と頭をよぎったからだ。はい、もしも。おい、小川、どういうつもりだ。電話に出るなり、のぶとい男の声が俺の発言を遮った。瞬間的に誰の声かを察して、俺は眉を潜める。コーヒーをかけられた出来事が脳裏をよぎったのだ。社長ですか。声の主は俺の問いに答えず、自分の主張をまくし立てる。内容からして、やはり全職場の社長だった。お前の部署の者が全員退職願いを出してきたぞ。お前の差し金だろ。どういうつもりだ。俺は今すぐにでも電話を切ろうと思ったが、この際だから言いたいことを言ってやろうと思い直す。どうって、私があなたにコーヒーをかけられて部署に戻った時、部下たちはあなた方親子に見切りをつけたんですよ。私がこんな目に遭わされたのを見て、心底嫌気がさしたんでしょうね。電話の向こうで社長が、ぐるる、とうなり声を上げる。近くに麗華がいるのか、パパ、もっと強く言ってよ、と社長に言っているのが聞こえてくる。おそらくこちらの声はスピーカーモードで麗華にも聞こえているのだろう。麗華は黙っていなさい。社長の鋭い言葉に、俺は首をかしげた。あの娘に甘い社長が怒鳴りつけるなんて。違和感を覚えたが、社長の言葉が続いていく。小川くんが辞めてから、部署の者みんなが辞めた。それだけでも痛手なのに。麗華の動画のせいでうちは大炎上中なんだ。小川くん、部下たちを説得して、一緒に会社に戻ってきてくれないか。そして、動画の件は創作だったと世間に伝えてほしいんだ。唐突に出てきた動画という言葉に、俺はさらに首をかしげる。社長の一方的な話についていけない。動画って何です?俺はテレビもそんなに見ないし、動画配信サービスもほとんど利用しない。会社を辞めてからは特に買っておいて読んでなかった本を消化するのに夢中だったから余計である。俺は意外と読書家なのだ。俺が小川くんにコーヒーをかけた時のだよ。金切り声に近い社長のセリフで俺は思い出した。そういえば、麗華がスマホで俺の様子を録画していたはずだ。ちょっとふざけてみんなに見せただけなのよ。なのにみんなマジになっちゃって。拡散しやがったの。マジ最低。マスコミも騒いでるし。麗華と社長の話を要約するとこうだ。俺が退職願いを提出して会社を去った後、麗華が面白半分に部署のみんなに動画を見せたのだという。俺がコーヒーをかけられた場面、土下座を突っぱねて辞めますと宣言した場面を見せて、あの年じゃろくな再就職先はないわよ。あんたたちもこうなりたくなかったら、バカな真似はしないことね。こんな風に惨めな終わりを迎えたくはないでしょ、と言い放ったそうだ。これは後で知ったのだが、その時の部署のみんなはもちろん大激怒。一人があえて麗華に同意するふりをして、動画を入手し、SNS に投稿。動画が話題を呼び、マスコミが取り上げ、さらに拡散、という流れだ。今や会社は大パニック。なるほどな、と俺は苦笑いした。お前、何を笑ってるんだ。早く部下と一緒に戻ってこい。どうせ再就職先も困ってるだろう。世間には創作だった。悪ふざけだったと説明する。それでだな。自分の都合のいいように、ペラペラとこの先の展開を説明していく社長を、俺は遮る。あいにくですが、私も部下たちも、再就職先は決まっております。
俺の発言に社長もレイカも、え?と声を上げた。私を誘ってくださる方がいましてね。部下たちのことも相談したら、ぜひと言ってくださったんですよ。私の元で働いていたなら、優秀で真面目に違いないと言ってね。社長に説明した通り、俺は雪高に部下たちのことを相談した。その後すぐに部下たちに声をかけたのだ。部下たちはすぐに、小川部長についていきます、と言ってくれた。そして、全員が退職願いを出す騒動につながったのである。お前、なんてこと。社長の声は震え、怒りに満ちていた。後ろから麗華が反響欄で何かわめいているのが聞こえてきたが、こちらの知ったことではない。あなた方親子が経営する泥船に部下を残していくのが心残りでしたが、本当に助かりましたよ。ああ、会社が炎上しているんでしたっけ?私たちは戻りませんし、誰かに聞かれても事実だと言いますよ。それから私は弁護士に依頼して、傷害や脅迫行為について慰謝料を請求させていただきますね。俺はまだ痛む左腕をさすりながら言う。ふざけんな。雇ってもらってたくせに。この裏切り者。会社が潰れたら、あんたらのせいだからね。麗華の怒りの声に、俺は今日何度目かのため息をつく。あなたが真面目で、軽率な行動さえしなければ、こんな大きな話にはならなかったのでは。俺の指摘に麗華はぐっと声を詰まらせる。俺たちが戻らないと知り、意気消沈したのか、黙り込んでしまった社長に対して俺は言葉を続けた。社長、私たちは入社からずっと会社のために尽くしてきました。真面目に努力していたんですよ。それなのに、娘一人のために私たちを犠牲にした結果がこれです。下手な小細工などせずに世間を騒がせた件を謝罪する。そしてけじめをつける。それが今あなたのすべき行動ではないのですか?全部自業自得です。愛する娘さんとせいぜい頑張ってください。最後に皮肉を込めるのを忘れない。俺は言い終わるとそのまま電源を落とした。その後、俺は社長と麗華両方に慰謝料を請求した。やけどの治療費ももちろん含まれている。結局、前の職場の信用は地に落ちた。続々と社員が辞め、取引先も契約解除となり、もう麗華親子はおしまいだろう。俺と部下たちはというと、予定通り新しい職場で働いている。本当に娘の夫の雪高には感謝してもしきれない。やけどの具合も良くなってきた。これからは気持ちを新たに、部下たちと部署を盛り上げていこうと思う。今日から入社した息子の雄一だ。ある日、社長がそう言って息子を連れてきた。それは突然の出来事だった。社長の息子は偉そうに、これからは俺がこの部署の面倒を見る。と言う。続けて社長が口を開いた。つまり、君はもういらん。ああ、そうですか。俺がいなくなったらどうなるか覚えておけよ。俺の名前は加山。40歳の会社員だ。俺は5年前から今の会社で技術開発をしている。もともと別の会社で働いていたのだが、社長の菊田に声をかけられて5年前に転職した。前の会社は小さな会社で、社長の田川さんは、うちより大きい会社でお前の腕を試してきたらどうだ、と言って送り出してくれたのだ。俺はその少し前に結婚して、ちょうど娘が生まれるところだった。今の会社の方が近いし、給料も多く出してくれるということで転職することに決める。しかし、いざ働き出してみると、君には早急に技術開発に取り組んでもらって特許も取ってもらいたい。と社長の菊田に言われたのだ。
そこまでは良かったのだが、数ヶ月経つと、まだ特許も取れないのか、と、しつこく言ってくるようになった。アイデアはいくつかあるものの、人手が足りなくて開発が思うように進まない。それを菊田に進言すると、これ以上人件費はかけられない。各部署からかき集めるか。という。他の部署から来た人にできるような仕事ではない。そう言ったのだが、菊田は、君が指導すればいいだろう。と言って聞く耳を持たなかった。結局、うちの部署は、俺を含めて5人になったのだが、知識のある者はほとんどいなかった。だが、技術開発に憧れていたんです。という30代の奥井を筆頭に、向上心のある人たちが揃ったのだ。これは本当に運が良かったと思う。現場出身者もいたので、現場の声を取り入れることもできて、少しずつ、特許技術の開発も進めていく。この技術なら特許申請できるだろうというものが2つあったのだが、菊田があまりにせかすものだから、なるべく短期間でできる方を優先させることにした。俺たちは半年以上かけて技術を開発、これを特許申請することにした。その間、俺たちはいろいろな意見を出し合い、共に過ごす中で部署内の結束力は強まったのだ。特許を申請すると菊田がやってきて、ようやく特許が取れるのか、これでうちも一流企業だな、と言ってくる。こちらをねぎらう言葉は一つもない。その時奥井が、でもすぐに特許が取れるわけではないですよ、と口を挟む。すると菊田は顔色を変えた。どういうことだ。どうやら菊田は特許を申請すればすぐに取得できるものだと思っていたらしい。社長なのにそんなことも知らないのかと思うとため息しか出ない。しかもなぜかその怒りは俺に向いた。加山、知っていたのか。俺がうなずくと、なんで先に言わないんだよ、と言ってくる。当然ご存知だと思って、と思わず俺が言うと、菊田は眉を吊り上げる。だったら特許が取得できるまでお前らを雇っていないといけないじゃないか。ため息をつきながらそう言って菊田は去っていった。え、どういうことだ。特許を取得したら俺たちをクビにする気なのだろうか。奥井も心配そうに、今のってどういうことですかね、と言ってくる。俺は菊田を追いかけた。菊田社長、特許を取得したら私たちの雇用はどうなるんですか。まさかクビにするなんてことないですよね。そう言うと菊田は、特許が取得できたらそれでいいんだから人件費の無駄だろ、と言ってくる。そんな雇用契約をした覚えはありません。むしろ特許を取得したらボーナスくらいもらってもいいと思っている。それなのにクビにするというのか？俺自身もそうだし、部署のみんなもどうなるのか、そこがわからなければこの先安心して勤務できない。俺はしつこく食い下がると、ようやく菊田は、わかったよ。君たちの雇用は保証する。だからさっさと特許を取ってくれ、とため息をついた。こうして俺たちはこの技術を使った新商品を作り上げ、すぐに実用化されることになった。これが画期的だと業界内では話題になっている。俺が前に勤めていた会社の田川社長も、加山、すごい技術を開発したそうだな、と連絡をくれたほどだ。そして業界での売り上げもついに1位を取ることに。加山さんについてきてよかったです、と奥井が喜ぶ。これはみんなの力があってこそ完成した商品だ。新しい仕事にも熱心に取り組んでくれて、現場の声も教えてくれた。俺はただそれをまとめただけだ。そう言うと部署のみんなも笑顔になる。
これは俺の本心だった。そしてこの頃、無事に特許を取得することができて、ようやく肩の荷が下りた俺たちは、部署のみんなで飲みに行く。特許は会社名義で取っているので、俺たちの名前が出るわけではない。少し残念だなと思っていたが、そこは割り切っていた。これからもこんな商品を生み出していきたいですね。と奥井が言うとみんながうなずいた。俺たちは一致団結して、また新しい商品の開発をしよう、と思った矢先、とんでもないことが起こる。翌日、いつも通り出社すると、珍しく菊田が部署にやってきた。見慣れない男性を連れている。何かと思ったら、今日から入社した息子の雄一だ。と言ってきた。息子を入社させたから各部署に挨拶に回っているのか、と思ったのだが、どうやら違うようだ。息子の雄一は俺よりも少し年下だろう。でも、なんとも大きな態度で。これからは俺がこの部署の面倒を見る。と言ってきたのだ。どういうことですか？奥井が戸惑いながら声を上げた。菊田は俺の前に歩いてきて、君の仕事は息子が引き継ぐ。息子は有名大学を出ていて優秀なんだよ。と言う。それって、俺が声を上げると菊田はにやりと笑った。つまり君は用済みだな。そう言うと、俺よりも先に奥井が、と声を出した。俺は、首ってことですか？と確認する。菊田は、そういうことだ。今日限りで君は首。長い間ご苦労様。と俺の肩を叩く。特許を取ったら用済みということですか？俺が菊田を睨むと菊田は言った。特許を取るために君を雇ったんだ。だが君の人件費は高すぎる。特許を取るまでに数年かかるとは予想外だった。ここまで雇ってやっただけでも感謝してほしいね。俺は溜まっていた怒りがこみ上げてくる。そんなにすぐに特許が取得できるわけないじゃないですか。そんなことも知らずに特許を取れなんて言っておいて、無事に特許が取れた途端にこれですか？特許を取った後の雇用も保証するって言いましたよね。静かに怒ると菊田は笑った。何のことだ。そんなこと言った覚えはない。仮に君が残りたいというのなら、息子の部下としてここに残り、他の連中はみんな首にするしかないのだが、それでもいいのか？そう俺に迫る。そんな条件を飲めるはずがない。俺はため息をつく。いえ、だったら私が辞めます。お世話になりました。そう言うと、菊田は他のみんなの方へ向き直り、そういうことだ。君たちの上司は息子の雄一になる。さあ、仕事に戻ってくれ。と言う。俺は雄一に今までの資料を渡した。何か質問はありますか？と聞くと雄一は、質問？特にないね。これ読めばいいんだろ？と言う。部下たちには、加山さん本当に辞めるんですか？と何度も聞かれたけど、みんなが辞めさせられた方が困るだろう。俺なら何とかなるから大丈夫だ。と言った。俺はそのまま会社を後にする。翌日、俺は前にいた会社の田川社長に連絡を取った。事情を話すと、なんだその社長は。だったらすぐにうちに戻ってこい。と言い、俺を迎えてくれることになったのだ。俺は田川社長に感謝し、もう一度田川社長のために働こうと思った。こうして俺はすぐに田川社長のところで働き始めたのだが、数日後、元部下の奥井から連絡があった。奥井は追い詰められたような声で、あの社長の息子何にもできないんです。加山さんの引き継ぎの書類も理解ができないらしく、特許技術の内容も把握していません。
それで俺たちに無理難題を押し付けてきて、たった数日なのにみんな退職願いを出そうとしています、と言ってきたのだ。さすがに放っておけなかった俺は元部下たちと連絡を取る。奥井の言った通り、みんな疲弊していて退職をしようとしていた。社長の菊田や息子の雄一はそれに対して何か言っているのかと聞いたのだが、どちらも勝手にしろと言ったそうだ。俺はすぐに田川社長に連絡。このチームなら新しい技術開発ができると田川社長に掛け合ったのだ。一週間後、田川社長のもとに俺の元部下たちがやってきた。田川社長に挨拶を済ますと、俺たちはすぐに仕事に取りかかる。前に菊田の会社で開発しようとした技術なのだが、時間がなくて開発に至らなかったものだ。俺は奥井に、しかしまさかみんな一斉に辞めるなんて、あの社長も息子も思っていなかったんじゃないの？と聞くと奥井は笑った。それがあの社長の息子は俺たちを邪魔者扱いですよ。俺たちが退職願いを出したら、やっぱり俺にはついてこられなかったか、とか言って喜んで受け取ってくれました。その言葉を聞いて俺も笑う。俺たちを追い出してあの会社に何が残ったんだか。奥井もうなずいた。それから1ヶ月後、俺が会社を出ると菊田と雄一が待ち伏せていた。なんでここに？驚いた俺が口を開くと菊田が笑う。やっぱり古巣に戻ったのか。そっちの人事から事務手続き上の連絡があってここに戻ったと分かったんだ。雄一も続けて笑った。あんた給料に不満があってうちに来たんだろ？転職先が見つからなくて前にいた会社にお情けで安月給で雇ってもらってるのか。惨めだな。俺は眉間にシワを寄せる。何の用ですか？すると菊田が答えた。特許の問い合わせが増えたんだ。一時的だが君を雇ってやってもいいと思ってわざわざ来てやったんだよ。なんとも偉そうな態度だ。俺は鼻で笑う。問い合わせが増えた？だったらあんたが対応すればいいじゃないか。俺の後任だろ？と雄一を見て言うと、雄一は俺を見下して、どうして俺が問い合わせの対応なんてしなきゃいけないんだよ。そんなの下っ端がやる仕事だろ？と言ってくる。俺はさすがにムッとして言った。俺を下っ端だと言いたいんだな。だがここであることに気づき、笑いをこらえてもう一度口を開く。ああ、あんた、あの資料を読んでも理解できなかったんだろう。だから問い合わせがあっても答えられない。他の部下たちにも退職されたんだから、あんたが何とかするしかないもんな。どうでもいい理由をつけて、俺を働かせようって言うんだろう。菊田が、なぜそれを？とつぶやく。俺はそれを無視して雄一に言った。ところであんた、父親の会社に就職するまでどこで何をしていたんだ？有名大学出身だとは聞いたが、今までどんな企業にいたかは言ってなかったよな。もしかして職歴がないのか？その年でちゃんと就職してないなんてやばいしな。そろそろ父親の会社にでも入って適当に働くか、とでも思ったんじゃないの？それを聞いた雄一は一瞬固まる。雄一は30代後半。大学を卒業してからかなり月日が経っている。その間の経歴はよくわからないのだ。言い返してこないところを見ると、おおよそ当たっているといったところか。雄一は俺を睨んで、そんなの今は関係ないだろ、と言ってきた。菊田も、そうだぞ、有名大学出身だってだけで十分だろ、と言う。俺は笑った。社会経験もないのなら、きちんとした言葉遣いができないのも、周りとのコミュニケーションが取れないのも納得だな。あんたが父親の会社で働いたところで何の役にも立っていない。むしろ社長、こういうのを雇うから人件費がかさむんですよ。と菊田に言うと、菊田は眉間にシワを寄せた。
君、もう家に戻って来られなくてもいいんだな。俺はうなずく。なんで戻らなきゃいけないんですか？たとえどれだけ給料が高くても、もう二度とあんたたちのところでなんて働きませんよ。雄一がそれを聞いて菊田に言った。父さん、もうこいつはいいよ。他のやつに適当な給料出して雇えばいいじゃん。つまり俺の部下たちに声をかけ、特許関連の問い合わせを対応させるというのか。その時ちょうど奥井が会社から出てきて俺たちに気づいた。奥井の姿を見た菊田と雄一が、お前なんでと驚いている。奥井もこの二人がいることに驚いていたので、俺が経緯を説明すると奥井は笑った。俺が転職先に困ってるとでも思ったんですね。転職先がなかったらどんなに安月給でも戻るって言うかもしれませんからね。でも僕も二度と戻りませんよ。香山さんがいなくなった会社になんて用はありませんから。雄一が、お前ここで働いているのか？と言うので俺は答えた。社長が奥井たちの能力を買って雇ってくれた。今は新しい技術開発に取り組んでいるよ。菊田が、奥井たちってことは、と言うので俺はうなずく。ええ、あの部署にいた人は全員ここで一緒に働いています。すると菊田が、それは引き抜きか？そんなこと許されるはずがないだろう。訴えてやると騒ぎ出す。そこで俺は即反論した。引き抜きじゃないですよ。それに訴えたいのは俺の方。特許が取れた瞬間に大した理由もなくクビにするなんて不当解雇だ。菊田はそれを聞いても強気だ。不当解雇？君が勝手に辞めたんだろ。そんなの俺のせいにされたら迷惑だ。雄一も笑う。あんたに能力がないから解雇されたんだろ。俺はため息をついた。だったら能力のない人間をわざわざ連れ戻さなくてもいいでしょう。するとムッとした顔の菊田は、何を言おうと特許はうちの会社が所有している。君たちがどんなに自分が特許技術を開発したと言っても、特許はうちのものなんだよ、と怒鳴ってきた。確かにそれは悔しい。でも仕方のないことだし、俺たちは割り切っていた。俺はうなずいた。そうですね。でも今俺たちが開発しているのはさらに進化した技術だ。この開発に成功すれば、あんたたちの売り上げはすぐに落ちると思いますよ。そう言うと、菊田と雄一は、えっと言ってポカンとする。そこで、俺たちの技術開発、楽しみにしていてくださいね。と俺が言うと、奥井もにこやかにうなずいた。俺はその後、不当解雇で訴え、示談金を支払ってもらうことになったのだ。その数ヶ月後、俺たちは急ピッチで進めた新しい技術開発を成功させる。前の特許技術よりも難しかったが、これを商品化すれば前の特許よりも効率が良く、しかも低価格の商品を実現できるのだ。そして1年後には菊田の会社の売り上げをはるかに上回った。菊田の会社は特許技術だけで持っていたようなものだが、それすらもなくなったのだ。おまけに技術部の人間を追い出したことで会社は回らず、雄一は取引先に出向いては失礼な態度をとっていたらしい。当然菊田の会社は倒産。技術開発を担った俺たちを追い出したんだ。それくらいの報いは受けて当然だと思っている。新しい技術は数年かけて無事に特許を取得することができた。すると田川社長は、よくやってくれた。みんなにはボーナスも弾むから期待しておいてくれ。と俺たちをねぎらってくれる。そして本当にボーナスは弾んだ。やっぱり田川社長の下で働いてよかった。奥井たちもみんな喜んでいた。俺はこれからも田川社長のために頑張っていこうと思う。ケータも来たの？
同窓会でニコニコしながら近寄ってくるクラスメイト。しかし座っている俺の肩を叩くと耳元で、中卒なのによく来られたわね。とぼそっと言い、俺から離れてまた笑う。意地の悪さは健在だ。まさかこの後、こいつがあんなことになるなんて、この時は誰も知らなかった。俺の名前はケイタ。IT 企業で働く35歳だ。俺は中学を卒業し、高校に入ると青春を謳歌していた。文化祭や体育祭など、クラス行事は張り切るタイプで、クラスのみんなとも仲良くやっていたのだ。しかし、高3の文化祭がきっかけで、俺の生活は一転する。クラスメイトに、エリという女子がいた。エリは美人で、みんなから一目置かれている。ほとんどの男子はエリに憧れ、エリはいつもチヤホヤされていた。エリのわがままは日常茶飯事。周りもそれを許していたのだ。そして高3の文化祭で、俺はエリに告白をされた。特に仲良くもない、ただのクラスメイトだったのに、なんで俺？と思ったし、もしかしてこれは何かの冗談かも、とも思った。そもそも俺はエリに興味はなく、俺はエリの告白を断ったのだ。するとエリは、私の告白を断るなんてありえないとヒステリーを起こす。そう言われても困るし、と思っていたら、翌日からエリの嫌がらせが始まったのだ。投稿したら上履きは隠されているし、机の中にあったはずの教科書は捨てられていた。それどころか、俺がエリに言い寄っていたのに、他の人と二股をかけていたとか、エリを傷つけたのに謝罪もしないと、なんだかよくわからない噂まで立っていたのだ。告白を断ったのは傷つけたのかもしれないが、ごめん、と言った。まあ、そういう問題ではないのはわかっている。それに、上履きや教科書の件は、エリが直接やっているわけではない。取り巻きたちがやったのだろう。俺はあっという間に、クラスの中心的存在から転落。嫌がらせを受ける日々が続いた。ある日、エリに直接、こんなことはやめてほしいと言ったことがある。しかし、私がやったっていう証拠は？あんたがいけないんでしょ？どうしてもって言うなら今すぐ土下座しなよ。と言ってスマホを構える。土下座してる姿拡散してあげるね。とニヤニヤ笑うのだ。俺は土下座を拒否。こんな悪魔みたいな女をどうしてみんなはチヤホヤするんだ。俺は耐えられず学校に行かなくなった。両親にはうまく言えず心配をかけたが、何かやりたいことはないのかという父の言葉で、俺は昔からスマホのアプリを作りたかったと話す。もしいいアプリが作れたら一攫千金も夢じゃない。そんな風に考えていたのだ。独学で勉強したこともあったのだが、専門知識がないと難しかった。すると父は通信教育を進めてくれる。通信教育といってもオンライン講座もあり、質問もできるので分かりやすかった。俺はどんどんのめり込む。その時にも唯一連絡をくれていたのがクラスメイトのユキヤ。ユキヤは明るくて面倒見のいい性格だ。俺がエリの標的になっている時もかばってくれたが、今度はユキヤが標的になってしまわないかと、俺はユキヤと距離を取ったのだ。ユキヤは頭がいいから、俺の考えも見抜いていた。一緒に卒業しようよ。と何度も言ってくれたが、俺がもう登校できないと伝えると、ユキヤはうなずく。それでもユキヤは俺によく連絡をくれた。俺が通信教育を始めたことを伝えると、行動力を褒めてくれたし、俺の夢を応援してくれる。俺は高校を中退。
ユキヤは大学に進学したが、俺たちの関係はそれでも続いていた。俺はアプリの制作を本格的に開始し、売り出すことになった。しかし、結果は惨敗。一攫千金を夢見ていた俺だが、心が折れてきた。でも、中卒じゃ就職なんてできないだろう。それでも諦めたくなくて、5年ほどアルバイトをしながら、アプリの開発や勉強をした。そして、ユキヤが大学を卒業すると、一緒に会社を立ち上げようといきなり提案してくる。突拍子もないことを言ってるなぁと思ったが、ユキヤは勝手に綿密な計画を立てていたのだ。俺はユキヤに従い、二人で起業した。今までは単純なゲームアプリが多かったが、カレンダーや家計簿など、生活に関するアプリも需要があると分かり、その開発を始める。そのうち、いくつかのアプリは徐々にダウンロード数が伸びていった。紆余曲折はあったが、今では会社も大きくなり、売り上げもあの頃からは信じられないことになっている。ちなみに、俺が社長になった理由は、ユキヤは参謀タイプだから、俺が上にいてくれた方がやりやすい、というユキヤの考えだ。それに、中卒の社長って話題性あるじゃん?とユキヤは、俺の学歴は武器だと言ったのだ。そんなある日、高校の同窓会の知らせが来た。ユキヤは一緒に参加しようと言うが、俺は気が進まない。だって、俺、エリの標的にされてたんだぞ。あの頃を思い出したくないのもあったが、クラスメイトに会うのが怖かったのだ。でも、ユキヤは、お前の高校時代の思い出がそれだけでいいの?謝ってくる奴もいるだろうし、もしそうじゃなくても、お前は今、ここまでの企業の社長だぞ。思いっきり自慢してやればいいじゃん。と言う。ユキヤの思い通りになるのはなんだか尺ではあったが、言われてみればそうだ。他の楽しい思い出すら記憶から消している。俺は意を決して同窓会に参加することにした。そして同窓会当日、ホテルの会場に足を踏み入れると懐かしい顔ぶれが並んでいた。俺を見るなり駆け寄ってきたクラスメイトもいる。ずっと謝りたかったと頭を下げられたのだ。その様子をユキヤは、ほら見ろと言わんばかりににやりと笑って見つめている。ユキヤの思い通りになったのは悔しいが、思い出を取り戻したことに感謝した。クラスメイトと談笑していると、スマホに連絡があったので、俺は酒を片手に入り口付近の椅子に座る。スマホの返信が終わると、ケータも来たの?という声が聞こえ、肩を叩かれた。目の前には、バッチリとメイクをしたエリがいる。エリは俺の顔を覗き込むと耳元で、中卒なのによく来られたわね。と意地悪く笑った。エリが来たことで場の空気が変わる。まあ、美人といえば美人のままだ。でもやっぱり興味は湧かない。俺はエリから離れたくて立ち上がったが、エリはなぜかついてくる。ねえ、仕事何してるの?意地の悪い笑顔で聞いてくるあたり、どうせ俺のことをバカにしたいのだろう。中卒ってろくに就職もできないでしょ?やっぱり底辺の仕事なわけ?そう言ってくるエリにため息が出た。怒る気力すらない。それどころか、あの時から変わらず意地が悪いエリを、哀れにすら思ったのだ。俺は面倒になって、そうだな、と言った。エリは笑い出す。ねえ、年収は?っていうか正社員なの?もしかしてアルバイトなんてことないわよね。昔のままなら、みんながエリの周りに集まり、一緒に俺を攻撃してきたかもしれない。でも今は違う。エリ、やめろよ、という声も聞こえてきた。どうやら成長していないのはエリだけのようだ。
周りもあの頃と変わらないエリの振る舞いに呆れている。エリは自分の周りに人が集まらないのを不満に思ったのか、やたらと俺を攻撃してきた。ケータってひどいわよね。あの時私二股なんてされて本当にショックだったんだから。と昔自分が流したデマを蒸し返す。俺は衝動的に、だから俺は二股なんかしてないし、そもそもエリの告白は断っただろ。お前が勝手にでっち上げた話をばらまいただけじゃないか。と言い返した。エリは言い返されると思っていなかったのか、つまらなそうな顔をして俺を睨む。しかし次の瞬間、エリはにっこりと笑った。昔のことなんてどうでもいいんだ。だって私の旦那一流企業勤めだから。ほら、これ見てよ。と大きなダイヤの指輪を見せてくる。それにこの服もこのカバンも好きなだけ買えるのよ。彼は一流企業に勤めているのに、今まで彼女もできなかったらしく、結婚相談所で出会ったの。確かにエリが身につけているのはハイブランドのものばかり。周りも遠巻きにエリを見ていた。こんないい人、他の人に取られなくてよかったわ。あんたみたいな中卒底辺と結婚してたら、服も満足に買えない。エステすら行けない。地獄みたいな日々が待っていただろうね。わざわざ俺を引き合いに出してそんなことを言う。そこまで言うかと思ったが、周りもエリの言動に引いているので、エリが孤立していることには変わりなかった。私、玉の腰に乗ったも同然。今やセレブよ。こんな同窓会なんて来るのやめようかと思ったけど、みんなが私に会いたいかなと思って来てあげたの。言っていて恥ずかしくないのか？と思うような言葉を平然と吐く。旦那が一流企業に勤めているとでも言えば、すごいね、さすがエリだね、なんて周りに人が集まるとでも思ったのだろう。しかし現実は逆で、むしろみんなも引いている。エリは焦っているようだ。焦りを隠すように俺に攻撃を仕掛けてきた。エリは笑いながら、で、あんたは何してるの？どうせ貧乏暮らしなんでしょ？よくこんなところに来られたわね。中卒の貧乏人はどんなところで働いてるの？と言い出した。そしてニヤニヤしながら、中卒底辺の職場見てみたい。案内してよ。と言ってくる。は？俺は思わず声を出したが、そこへ傍観していたユキヤがやってきた。いいじゃん。お前の会社すぐそこだろ？と言う。お前何言ってるんだよ。とユキヤに言ったが、ユキヤはニヤニヤと笑うだけだ。するとエリが、え？この近くなの？旦那の会社もここから近いの。ほら、そこの高層ビル、あの中よ。今日も仕事らしくてね。まあでも仕事ばかりしてくれてる方が私には都合がいいわ。だって他の男と遊べるでしょ？と言ってきた。突然の告白に俺もユキヤも目が点になる。エリは自慢げに話してきた。旦那はお金はあるけどつまんないのよ。だからお金だけでいいの。私今ハマってるホストがいてね、今日も行こうと思ってるの。よくそんなことをペラペラと話せるもんだ。旦那がかわいそうになってきた。俺はふと気になって、旦那さんの会社ってなんてとこ？と聞くと、エリは会社名と旦那の名字、役職まで丁寧に答えてくれた。エリにとってはそれが自慢なのだろう。そこで俺とユキヤは顔を見合わせた。しかしエリはそんなことには気づかず、今度はホストの情報まで暴露してくれる。別に聞きたくもないのに、店の名前に源氏名、どんな人なのかも語ったのだ。周りは何とも言えない空気になる。エリは空気を読まず、で、あんたの職場は？近いなら案内してよ。と
また俺に言ってきた。俺はユキヤとアイコンタクトを取る。ユキヤは、俺も行くわ。ちょっと電話してくるから待ってて。と言った。エリは何も疑問に思っていないようで、ユキヤの電話が終わるのを待って、俺たちは会場を後にし会社に向かった。少し歩くと高層ビルの真下に着く。ここって私がさっき言った旦那の職場よ。何ふざけてんの？とエリが言ってきた。まあそうなんだけど。と俺が口を開くとエリはそれを遮り。中卒底辺がこんなビルに来る機会ないもんね。ちょっと来てみようとか思ったわけ？あんたに似合うはずないじゃない。それともここの清掃の仕事でもしてるの？それなら納得。清掃員とか底辺のあんたにぴったりね。とバカにして笑ってくる。するとその時エントランスから人が出てきた。エリ？そういった人物はエリの旦那だ。驚いた顔をするエリ。エリの旦那は俺とユキヤに向かって。ケイトさん、ユキヤさん、いつもお世話になっております。まさかお二人が妻の同級生だったなんて。と言う。コウジ、どういうこと？とエリは旦那を見て言った。ケイタさんはうちのクライアントの社長だぞ。は？エリの旦那、コウジがそう言うと、エリは甲高い声を発する。そこで俺は名刺を出した。代表取締役社長？嘘でしょ？ここって有名な会社じゃない。ユキヤはエリに向かって。世間知らずのお前が知ってるくらい有名な会社の社長だよ。会社はここの高層階な。ちなみに俺はそこの副社長。とにやりと笑った。俺は付け加える。一応売り上げは280億ってところだな。エリは慌て始める。中卒の底辺が社長？何かの間違いよ。そう言うと、コウジが厳しい口調で言った。エリ、何を言ってるんだ。ケイタさんは優秀な人なんだぞ。それに、学歴には理由があったらしいんだ。まさか、取引先のコウジがエリの夫だなんて夢にも思わなかった。さっきエリが勝手に喋った旦那の会社が取引先だったので驚いたのだが、旦那の名前と役職を聞いてもっと驚いた。世間は狭いものだ。同窓会の会場でそれを聞いたとき、俺とユキヤはまさかと思い顔を見合わせた。その後、エリに職場に案内しろと言われたとき、ユキヤが電話をしに行った相手はコウジだ。コウジは取引先の担当者で仲良くなって身の上話をしたこともある。その時に高校時代に会ったことを話したのだ。俺はコウジに、コウジさん、申し訳ないけど、俺が高校に行けなくなった元凶がここにいるんですよ。と言う。ユキヤは俺の隣でうなずいた。コウジは青ざめる。え、もしかして、あの話のクラスメイトって。俺は深くうなずいた。コウジは、エリ、本当なのか？と言うと、エリはしらを切る。何のこと？高校時代になんかあったっけ？しかしそれは明らかに嘘をついている顔で、コウジはみるみる顔面蒼白に。そしてコウジが頭を下げた。申し訳ありません。まさか自分の妻がケイタさんを不登校に追いやった人物だったなんて。それにさっきも失礼なことを、本当に申し訳ありません。俺はコウジをなだめる。結婚前のことまで責任持てないでしょう。エリのせいで高校に行けなくなったのは事実ですが、コウジさんは悪くありませんから。それに、あの時高校に行けなくなったからこそ今があると言えますしね。するとユキヤが時計を見て、おいエリ、ホストと待ち合わせだろ？間に合わないんじゃないのか？と言う。その言葉にエリは青ざめた。
工事はエリを問い詰める。お前まさか、またホストに金をつぎ込んでるのか？俺は止めようと思ったのだが、ユキヤがにやりとしながら、ホスト名と店を教えてしまったので、この場は収拾がつかなくなってしまった。俺は二人を落ち着かせエリに言った。お前が使ってる金は、コウジさんが必死に働いて稼いだ金だ。お前はコウジさんのために何かしているのか？昔から誰かに何かをしてもらうことしか考えていないようだが、相変わらずだな。それに、意地の悪さも相変わらずだ。ユキヤが隣でうんうんとうなずいている。今日の同窓会で、お前の周りに人が集まらなかったのは、お前だけあの時から成長していないからだよ。少しは大人になったらどうだ。エリは思いっきり俺を睨んできたが、コウジに連れて行かれた。後日、コウジが個人的に謝罪に来た。エリは以前も貯金をホストに貢いだことがあり、同じことがあれば離婚して弁償してもらうと言ったそうで、その通りになったという。コウジは、結婚に焦って相談所で紹介されたエリに決めてしまったんです。俺も見る目がありませんでした。と、憔悴していたが、あのままエリと結婚しているよりは良かっただろう。エリは実家に引き取られ、パートを掛け持ちしながら、コウジに慰謝料を支払っているそうだ。俺の人生は、七転び八起き。今幸せでいられるのは、支えてくれた両親やユキヤのおかげだ。これからも社長の名に恥じないよう、しっかり仕事をしていきたいと思う。あんたの荷物まとめてあるから、離婚届出しといてね。長期出張から帰った俺を待ち受けていたのは、妻のとんでもない言葉だった。でも、俺はすべてを知っている。ここから俺の復讐劇が始まるんだ。俺の名前は柏木優希、40歳の会社員だ。10年前に取引先で働いていた5歳年下の妻と出会い結婚した。今では8歳になる娘と3人で暮らしている。妻は以前働いていた職場でパートをしている。家事は夫婦で協力し合っているつもりなのだが、最近は、育児はしないんだから家事くらいやってよ！という妻の声でほとんどの家事を担う。昔は育児もやっていたのだが、最近では娘に嫌われているので、俺の顔を見るとすぐに自分の部屋に行ってしまうのだ。どうしてこんなことになってしまったのか。妻が娘に、もっとかっこいいパパだったらよかったのにね。とか、パパに解消があればもっといい暮らしができるのに。なんて言っているのを耳にしたことがある。娘は妻の言葉を鵜呑みにしているのか、いつの間にか俺を見下すようになっていた。妻が娘を可愛がっているのはいいが、俺をないがしろにしすぎているのははっきり言って気に入らない。人並みに稼いでいるし、妻と娘に不自由はさせていないだろう。一軒家も買って、娘は習い事もしている。俺は残業や出張もあるが、普段の家事はほとんどやっているんだ。幸せな家庭を築きたいと思って頑張ってきたが、最近では心が折れそうになっている。そんな時、同僚の酒井が、柏木、お前この間動物園行ったんだって？残業続きだったのに家族サービス頑張るなぁ。と言う。酒井には息子がいて、娘と同じクラスだ。子供たちの仲が特にいいというわけではないのだが、娘が教室で自慢げに話していたらしい。しかしその日は休日出勤だった。何かがおかしいと思い、帰ってから妻に聞いてみると、妻は視線をそらしながら、ああ、お友達と言ったのよ。だってあなた仕事だったでしょ？と言ってくる。動物園へ行くのは車でないと不便だが、妻は車を運転できない。どうしたのかと聞くと、
お友達の車に乗せてもらったの。と言う。そうか、ガソリン代とか支払ったのか？俺が聞くと妻はため息をつく。うるさいわね、どうだっていいでしょ？どうでもよくないだろ。人の車に乗せてもらってガソリン代も払わないなんてただの非常識だ。妻にそうなってほしくなくて聞いたのだが、これ以上は妻の機嫌を損ねる。妻のことを信じることにしよう。それから数日後、ふとクレジットカードの明細を確認すると見覚えのない請求がいくつかあった。レジャー施設や映画館ばかりで外食も多い。いずれも俺は仕事の日だ。以前にも俺の知らない請求があったので妻に確認したことがあったのだが、どれもこれも友達と言ったと言われた。今回もそうだろうか。最近はカードの不正利用もよく聞くし、一応確認しておこうと妻に聞くと案の定。友達と言ったのよ。私にだって息抜きは必要でしょ。それにあんたが仕事の日に娘と出かけることのどこがいけないのよ。とひすられた。まあ妻が使用したものであれば仕方ない。追求したいことは他にもあったが話にならないので、俺は話すことを諦めた。それと同時にやっぱりこれはおかしいと思い始めたのだ。それから数ヶ月後、妻の態度はどんどん冷たくなっている。そんな中、俺は長期出張が決まった。昇進に必要なもので2ヶ月ほどの出張だ。妻に事情を話すと、あんたがいない方がせいせいするわ。と言ってきた。さすがに頭にきて、どういう意味だ？離婚でもしたいっていうのか？と言うと妻は鼻で笑った。離婚ね。まあそれもありなんじゃない？ああ、養育費はもちろん支払ってもらうけどね。その言葉を聞いて愕然とする。以前から金に執着しているのは分かっていたが、ここまでだったとは。俺はがっかりしたまま出張に出る。2ヶ月が経ち、明日帰宅することを妻に連絡したが返信は来なかった。ため息をつきながら帰宅すると、なんと玄関に俺の荷物が投げ出されている。ほとんどがゴミ袋に入れられ、ゴミのように捨てられているのだ。頭に来て、さすがに文句を言ってやろうとドアを開けると、記入済みの離婚届が目に飛び込んできた。玄関に置いてあるということは、俺に家に入るなということか？でもここは俺の家なので、俺は誰に遠慮することもなく玄関を上がる。妻と娘は家の中のどこにもいない。どこに行ったのかと考えると、あることを思い出した。ああ、そうだ。妻も娘もいないんだ。何度も妻に電話をし、ようやく連絡がつく。今どこにいるんだ？これはどういうこと？と俺が聞くと、妻は笑いながら答えた。離婚しましょう。娘も離婚したいって。あんたは私たち家族に必要ないのよね。俺は冷静に切り返す。それが望みなら離婚するが、せめてきちんと会って話さないか。今どこにいるんだ？すると妻はめんどくさそうに。今旅行中だから、そういうの後にしてくれる？旅行の準備のついでに、あんたの荷物、全部まとめといてあげたわよ。荷物っていうか、あんたの荷物なんてゴミ同然よね。同じ空気吸いたくないから、私たちが帰るまでに、そこのゴミ持ってあんたは出てけ。と言った。あまりの勢いに、はい、と答えて電話を切ったが、内心は、計画通り、とにやついてしまう。俺の長期出張が決まってから、妻のスマホに旅行の予約のメールが来ているのをたまたま見てしまった。どこへ行くのかまではわからなかったが、宿泊予約は俺が出張から帰る前日から翌日まで。
帰ってきたら妻と娘は本当にいなかったのだ。離婚届が置いてあったのは想定外だったが、俺から離婚を切り出す手間が省けた。俺が自分の荷物を片付け離婚届を回収するとインターホンが鳴り、業者が入ってくる。俺は業者に指示をした。すると荷物がどんどん運び出される。実は俺は妻の裏切り行為を確信し、すでにマンスリーマンションを契約、引っ越し業者にも依頼をしていた。妻と娘の荷物は後から宅配業者に頼み、別の場所に送りつける予定だ。引っ越し業者というのはすごいもので、あっという間に家の中が空になった。俺はその足で離婚届を提出。ニヤニヤしながらマンスリーマンションに帰った。マンションでは酒井が待っている。唯一今回の件を話してあり、いろいろ協力してくれたのだ。しかしお前も災難だな。出張から帰ってすぐ引っ越しかよ。酒井はそう言って笑い飛ばした。俺はその言葉でなんだか元気になる。翌日、俺が新しい部屋の片付けをしていると、妻から電話がかかってきた。家の鍵が開かないんだけど、と慌てている。面倒ではあったが、妻と娘を締め出すため、引っ越しの後すぐに鍵を交換した。ああ、鍵交換したからね。と言うと妻が激怒。家に入れないじゃない。こっちは旅行で疲れてるのよ。早くお風呂も入りたいし、着替えもしたいんだけど。俺は今まで妻がしてきたように鼻で笑ってやった。長期出張で疲れてる俺にあんなことをしておいて、旅行くらいで何言ってるんだよ。それに着替えなら全部高橋さんのところにあるぞ。すると妻は慌てて、え？と言う。俺はそれを無視して、そこはもうお前の家じゃないから、金輪際敷地には入らないように。後のことは弁護士に頼んであるから。と言った。どういうこと？と騒ぐ妻がうるさいので電話を切った。高橋というのは妻のパート先の役員で、妻の浮気相手だ。俺は前に酒井から娘が動物園に行ったと聞いたとき、妻の言動がおかしかったので、娘にも聞いてみようと娘の部屋の前に行った。すると友達と電話をしている声が聞こえてきてしまったのだ。娘は、新しいパパと動物園に行ったの。欲しいものも全部買ってくれたんだ。と友達に自慢をしていた。新しいパパ？と思った俺はようやく重い腰を上げることにした。実は妻が浮気でもしているのではないかと思ったことは一度や二度ではない。でも娘もいるし、これを追求して離婚にでもなったら娘がかわいそうだと思っていた。しかし娘が俺を見下す態度も変わらないし、今までは浮気を隠していた妻だったが、最近浮気がバレてもいいというような素振りだ。俺は本格的に証拠を集めることにした。その結果、妻のパート先の高橋という人物が浮上。この人は、俺たちが結婚する前は妻の上司で既婚者らしい。俺は結婚前からの関係を疑った。そして DNA 鑑定について調べたのだ。DNA 鑑定なんて無縁だろうと思っていたし、難しいものだろうと思っていたのだが、意外にも簡単そうで費用も出せる範囲だ。とにかく早く手を打とうと、俺は娘の DNA 鑑定をした。結果はなんと、娘は俺の子ではなかったのだ。おそらく高橋との子だろう、と思っていたが、そこはどうでもいい。とにかく俺の子ではないとわかると、娘の俺を見下す態度にも無性に腹が立ってきた。そこから出張まで妻や娘と話すことはほとんどなかったと思う。一人で背負うには辛すぎて、
会社で。いつもと様子が違うが大丈夫か?と声をかけてくれた酒井に全てを話した。酒井は俺に全面的に協力してくれ、マンスリーマンションも見つけてきてくれたのだ。そこで俺は出張から帰ると同時に引っ越し、妻と娘を締め出すことにした。妻と娘の荷物をどこに送ろうかと思った時、高橋のことが浮かんだのだ。俺が雇った探偵によると、高橋は離婚調停中で、妻と別居してマンション住まいらしい。妻が身を寄せるのならそこだろう。俺は親切心で妻と娘の荷物を高橋のマンションに送ってやったのだ。しかしこれがまた別の問題を引き起こしたらしい。高橋のことがバレたと慌てた妻は、急いで高橋のマンションに行ったそうだ。そこで妻からまた電話がかかってきた。あんた、なんてことしてくれたのよ。妻は凄んでくるが、俺に非はない。それはこっちのセリフだ。どうせお前の行き先は浮気相手のところだろ。そこに荷物を送ったのはむしろ感謝してほしいくらいだ。と言うと、妻は情緒不安定なのか泣き出した。高橋さんのマンションに着いたのに追い出されたのよ。こんな荷物どうしたらいいのよ。すると、電話越しに娘の声が聞こえる。ママ、あの人誰?ここで俺は、もしかして、と思い妻に聞いた。高橋さんって既婚者だけど、離婚調停中で奥さんと別居してるんだよな。なのに他の誰かと住んでるのか?もしかしてお前二股されてたとか。行き過ぎた想像だと思ったが、なんだか楽しくなってきた。笑いながら妻に言うと、どうやらこれが本当だったらしく、妻は号泣しだす。俺は仕方ないと思い、お父さんに事情話しておくよ。そしたら実家に帰りやすいだろ。と言ってやる。すると妻は、それだけはやめて!と叫ぶので俺は反論した。でも泊まるところもないし困るだろ。お前に持たせているクレジットカードは全部止めてあるからもう使えないし。妻が使っているクレジットカードはすべて俺の家族カードだから当然の処置だろう。妻は絶句したのか返答がないので、俺は電話を切って義父に電話をし、すべて話した。義父とは酒飲み友達みたいな関係だったので残念だが、後のことは実家に任せよう。義父は事実を知って激怒し、俺に謝罪した。翌日、俺は出張明けで休みをもらっていたので、住んでいた家に向かった。もうこの家は俺のものではない。妻の浮気が確定し、離婚を決めた後、酒井の友人の不動産屋を紹介してもらった。家を売ろうとしたが、この立地なら、更地にして駐車場などにする方が買い手がつくかもという。俺は何でもいいから、あの土地ごと売りたいと言うと、迅速に動いてくれた。これに関しては、時間がかかるかと思われたが、なんと出張中に買い手が見つかったという。だったらすぐに着工してもらって構わない。俺はもろもろの手続きを済ませ、すぐにあの土地を手放すことにしたのだ。俺が向かった時にはすでに家の解体が始まっていた。少し残念ではあるが、これでローンの返済もできたし、あんな妻子と一緒に住んでいた家が跡形もなくなると、俺もなんだか気分が晴れたのだ。そこへ妻と娘がやってきた。二人はあんぐりと口を開け、さら地になっていく姿を見ている。俺に気づいた妻が、どうして?と言ってきた。だってもうここは必要ないだろ。昨日実家には行かなかったみたいだけど、ビジネスホテルにでも泊まって、今日この家に戻ろうとでもした?今朝、義父から、まだ妻から連絡はないと報告をもらっていたのだ。妻が気まずそうな顔をするので、おそらく図星だろう。ここは俺の名義で買った土地と建物だし、
ローンの返済も俺の名義だ。離婚が成立したのなら俺がどうしようと勝手だろ。そのために荷物は全部出したわけだし。妻は青ざめながら、ここどうするの?と言ってきた。俺は首をかしげて、さあ、もう俺の土地じゃないから詳しくは知らないけど、駐車場にでもするみたいよ。と言うと、妻が俺にすがってきた。私たちこれからどうすればいいの?俺は鼻で笑う。勝手にすれば?娘は妻の後ろでうつむいている。妻は娘の様子に気づき、あなたの娘でしょ?自分の娘にこんな思いさせて平気なの?と言ってきた。俺は一別する。だって俺の娘じゃないし。そう言って持っていた DNA 鑑定書を見せると、妻は顔面蒼白になった。誰の子か知らないけど、俺の子ではないらしいよ。そう言うと、娘が俺にしがみついてくる。パパ、ごめんなさい。お家に帰りたいよ。しかし、それが妙に縁起じみていて、嫌悪感が増した。俺の子じゃないって知ってたから、俺をずっと見下してたんじゃないのか。そうでなくても、あんな態度をとっておいて、自分が困った時だけ助けてもらおうなんて、いくら子供でも虫が良すぎる。いい勉強になったな。そう言うと、娘は俺を睨んで、妻の陰に隠れた。俺はダメ押しに、妻に質問をする。お前、結婚前から浮気してたんだな。俺の子じゃないって分かってて産んだんだろ?すると妻は下唇を噛んだ。口は開かないが、この態度で俺は、妻は知っていたんだと確信した。そこへ義父が現れる。やっぱりここか。妻はその声にビクッとなった。義父は妻を怒鳴ったが、ひとまずうちに来なさい。と声をかける。妻がほっとした様子を見せると、義父はまた目をつり上げた。お前がどこにいるかわからないと、慰謝料請求とかで結城くんが困るだろ。毎月生活費は払ってもらう。置いてやるだけでもありがたく思え。俺にとってはありがたい話だった。その後、俺は妻へ慰謝料を請求。きちんと支払いがされたのは義父の目があったからだろう。おかげで俺が財産分与したお金はほとんど残らなかったはずだ。養育費に関しては拒否するまでが本当に面倒だった。高橋が実の父親なら認知してもらいたかったのだが、鑑定の結果高橋でもなかった。妻は他にも浮気をしていたらしい。とんでもない事実が出てきたが、最終的には妻が口を割り、高橋とは別に会社の人間とも浮気していたという。妊娠した日を逆算して、俺の子ではないと思ったが、高橋か他の浮気相手の子か分からず、俺の子だと偽ったそうだ。妻は高橋とも揉め、さらに高橋の妻からも慰謝料請求をされている。娘のことは実の父親が認知をしたそうなので、俺は養育費から解放されることになった。義父は一切援助しないと言い切り、妻は朝から晩まで働いているという。娘は学校で噂になり転校したそうだ。俺は出張の成果が認められ、無事に昇進。しかも本社への勤務が決まったので、引っ越しをすることになった。これで妻にも娘にももう会うことはないだろう。身も心もすっきりして、今は仕事に尽力している。俺の手にかかればどんな契約も一発さ。中学の同窓会の席で、そいつは大声で自慢話を続けていく。中学時代、俺に散々嫌がらせをしてきたやつだ。俺をチラチラ見ながら、どうだと言わんばかりの表情をする。
そいつが契約を勝ち取ったというある企業の名前を聞き、俺は内心にやりと笑った。俺の名前はカナタ、42歳だ。子供の頃から病弱だった俺のせいで、両親にはいつも苦労をかけていた。特に薬や入院費など、経済面が大きいだろう。そんな理由もあり、俺は中学を卒業してからは通信高校へ入学。成績は問題なかったのだが、こちらの方が体に負担なく、ゆとりを持って勉強に励めると思ったからだ。通信高校を卒業した後は大学へと両親は行ってくれたが、俺は親戚の営む会社へ入社を決めた。これ以上経済的に両親に負担をかけたくなかったのだ。親戚の会社に入社してから20年以上が経過した。今日は中学時代の同窓会があって、会場のレストランまで婚約者が俺を近くまで送ってくれた。中学の同窓会は数年ごとに開かれていたそうだが、俺は一度も参加できていなかったのだ。単純に忙しかったのが大きいが、中学時代の友人たちに、今回は絶対来てくれよと誘われて参加を決めた。カナタ、こっち。受付を済ませると、見覚えのある二人が俺に向かって手を振った。中学時代に仲が良かった、レンとユキだ。俺を今回誘ってくれた人物でもある。カナタと直接会うのは何年ぶりだ？本当に久しぶりだよな。ごめん、なかなか忙しくて。ユキがすかさずフォローを入れる。いやね、責めてるんじゃないのよ。それだけ久しぶりで嬉しいって意味よ。ね、そうでしょ？レンも、そうそう、と屈託なく笑う。中学の頃、俺を含めたこの三人でよく一緒に過ごしていた。レンとユキは病弱で気弱な俺に対して、いつも何かと優しく接してくれたのを今でも覚えている。今やこのレンとユキが結婚して夫婦なのだから、友人の俺としては本当に嬉しい。おい、カナタ、お前も来てたのか。久しぶりじゃん。俺は一瞬体が固まった。振り返ると、高級スーツに身を包んだ男がにやけ顔で立っている。中学時代の面影があったので、誰だかすぐに分かった。ああ、久しぶり。こいつの名前はトーマ。中学時代、俺に散々ひどい嫌がらせをした男だ。すぐそばに取り巻きたちも数人立っている。平均的な家庭の生まれだが、容姿が端麗で、クラスの人気者を気取っていた。俺の病弱さ、経済的に貧しいのをネタに、取り巻きたちを煽っては、彼方に触ると銀が映るぞ。貧乏菌と病原菌のダブル効果だ。そう言われて、トーマに市販の除菌スプレーを体中にかけられた経験もある。取り巻きたちも笑っており、今思い返すと、我ながらひどい目に遭っていたものだ。そんな嫌な記憶があるのになぜ来たかといえば、やはり蓮たちの存在が大きい。俺はここ数年忙しく、なかなか直接会う時間も作れなかったのだ。なあ、お前今何やってんの？確か貧乏でネクラのコミュ障だから通信校に行ったんだろ？ろくな就職先なかったんじゃね？俺の肩を慣れ慣れしく叩き、トーマが尋ねる。関係ないでしょ。カナタ、向こうで飲みましょう。ユキが気を利かせて俺の腕を引くが、トーマは話をやめない。どうせ清掃員とか底辺の仕事でもしてんだろ。ああ、でも清掃だと逆に免疫力つくかもな。お前未だに病弱なんだろうし。何がおかしいのか、
トーマと取り巻きが下品に笑う。こいつらは中学の時から何も変わっていないようだ。俺が内心呆れていると、しびれを切らしたようにレンが口を開いた。カナタは立派に働いてるよ。それに体だって昔より丈夫になったんだぜ。なあ、カナタ？そうよ。あんたたちいい歳して人をバカにしてダサすぎ。清掃員が底辺って言い切るところもね。レンとユキの言葉にトーマたちは一瞬ひるむ。へ、ノリが悪い奴らだぜ。まあいいや、俺たちは俺たちで楽しもうぜ。すぐにトーマは俺たちのすぐそばで飲み始めた。どうでもいいが、もう少し離れた場所でやってほしい。それ以降、俺はレンたちと楽しい時間を過ごしたのだが、いかんせんすぐそばにトーマたちがいるため、嫌でもトーマの自慢話が聞こえてくる。あいつ、俺たちに聞かせたいんじゃね？レンが眉を潜めながら言う。そうかもしれないな、と俺は苦笑した。聞こえてくる内容によると、トーマは名門大学を卒業し、名のある大企業に就職したそうだ。今では営業部でナンバーワンの実力を持つエリート社員なのだとか。俺の手にかかればどんな契約も一発さ。ワインを片手に、トーマが今まで自分が契約を勝ち取ったという企業の名前を挙げていく。一瞬、あれ？と思う会社名があったが、トーマの取り巻きたちは感心し、さすがトーマと盛り上がっている。俺は一瞬ある疑問が浮かんだが、自分の中で切り替えようとレンたちに切り出した。あ、そうだ。メッセージで話した二次会の場所だけど、ちゃんと予定通りの場所が確保できたから。俺とレンたちは今日の同窓会の後、二次会として俺の用意した場所で飲もうという話になっていた。レンと楽しみにしてたのよ。婚約者の千歳さん、今日の二次会で会わせてくれるんでしょ？楽しみ。ユキが明るく笑う。俺を会場の近くまで送ってくれた婚約者、千歳も二次会に合流する。俺が婚約したことは二人も知っているのだが、直接会うのは初めてなのだ。え、なに？かなた、お前、婚約者なんていたの？千歳っていうのか。貧乏病弱の底辺男に惚れるなんて物好きだね。俺たちの和やかな空気に、トーマが首を突っ込んでくる。話を聞いていたのだろう。取り巻きたちも、興味ある様子で俺を見ている。ああ、そうなんだ。この後二次会をやるんだけど来る？来るなら車を手配しておくけど。一応社交辞令で言ったのだが、トーマたちは吹き出した。冗談だろ？お前主催の二次会とかごめんだぜ。婚約者だってどうせ冴えないブスに違いねえや。俺はこの店のすぐ近くに広くてムーディーな二次会会場を貸し切りで用意してるから。おい、俺の婚約者は関係ないだろ。バカにするな。婚約者をバカにされて、さすがに頭に来た俺は、トーマを睨みつける。俺が本気で怒っている様子に、トーマは一瞬たじろいだように見えた。カナタは相変わらず優しいな。あんな奴ら、声なんかかけなくてもいいのに。レンとユキが口々に言う。そして、俺を元気づけようと明るい話題を出してくれる。かけがえのない友人がいて、俺は本当に幸せ者だな。俺は暗い感情を笑いと一緒に吐き出した。同窓会が終わり、みんなは会場の外に出た。トーマは止めてある自分の車だという高級車を取り巻きたちに自慢している。どうだ？すごいだろ。ま、俺くらいの大企業勤めなら余裕って感じだけど。ところで、カナタ、貧乏人のボロ車はどこだ？
どんなオンボロに乗ってるのか、高額のために見せてくれよ。嫌味たっぷりな言い方に、俺は思わず苦笑する。あいにく今日は乗ってこなかったんだ。婚約者が送ってくれたから。あ、そう。自分じゃ車も買えなくて、女の車に頼らなきゃいけないわけだ。俺は呆れてため息をつく。睨むなよ。ああ、怖い。これだから低俗なやつは。トーマが大げさに言うと、取り巻きたちも一斉に笑う。レンとユキが言い返そうとしていたが、俺は制止する。二人ともありがとう。俺は平気だから。俺が感謝を伝えると、本当にカナタは人がいいよな。いっそ教えてやればいいのに。と、レンが言う。その時だった。え、ちょっと、何あの車、リムジンじゃない？トーマの取り巻きの一人が入ってきた車を指さして言う。リムジンがゆっくりとレストランの敷地に入り、俺たちの前に止まる。後部座席の方から美しい女性が出てきて頭を下げた。社長、お待たせしました。社長含めて3名とのことでしたので、こちらのお車をご用意いたしました。十分な広さがございますので、車内でも、もちろん目的地でも、二次会の準備は OK です。女性が俺に近寄って言うので、周囲の視線が一斉にこちらへ向いた。レンやユキたちは、今まで散々俺を馬鹿にしていたトーマたちの驚きぶりににやりと笑っている。千歳さん、ありがとう。俺が言うと、トーマが俺の肩を掴んだ。おい、なんだよこれ、どういうことだよ。それに千歳って、確かお前の婚約者の名前？え、ああ、こちらは千歳さん。俺の秘書をしてくれていて、その、俺の婚約者でもある。俺が紹介すると、千歳は頬を赤く染める。今はまだ仕事モードのようでキリッとした顔をして、かしこまった態度で振る舞っていたが、本来なら両手で顔を覆って俺の後ろに隠れてしまうだろう。それくらい本来の千歳はシャイなのだ。はぁ？秘書ってお前。恥ずかしがる千歳に微笑みながら俺は説明を続けた。俺は確かに通信高校卒だよ。でもそれは体が弱くて普通の高校だと思ったように過ごせないだろうと考えたからだ。その後、親戚の会社に入社して努力した結果、今は社長をしている。そういうことだよ。簡潔に言うと、周りから、社長？いや、すごい、と声が上がる。は、なんだよ。どうせ小さな会社じゃね？リムジンは背伸びして手配したってところだろ。土底辺のくせに俺に恥をかかせてやろうって魂胆か？トーマが真っ赤な顔で俺に食ってかかった。自分への注目がそれた上に、俺の方がすごいと思って腹立たしかったのだろう。ちょっと、何ですかあなた。千歳がトーマを睨みつける。俺は千歳をさりげなく自分の後ろにしながら名刺を取り出した。実は俺、ここの社長をしているんだ。名刺をトーマに手渡すと、トーマの表情が一気に青ざめた。この会社って。トーマが青ざめるのも無理はない。自分が契約を取ったと豪語した企業の中に、俺の会社の名前が含まれていたのだから。トーマが青ざめているのを見て、これはチャンスだと思った。散々今まで嫌な思いをさせられた仕返しを、今この場でさせてもらおうじゃないか。それにしてもおかしいな。確かにトーマが勤めてるっていう会社と最近契約を結んだけど、担当者は違う人だったよ。俺も商談時は同席していたから間違いない。俺は顎をさすりながら不思議そうに言ってみる。ちらりと見るとトーマはものすごい様相だ。
それから俺もトーマの会社には何回か行ったけど、いつも廊下もオフィスもお手洗いもピカピカで本当に素晴らしいよね。管理している庶務課の皆さんの努力が伺える。うちも見習わないとな。世間話のつもりだった発言に、千歳も、そうですわね。とうなずく。もう一度トーマを見ると、待て、もうそれ以上言うな。大声を出して俺を制止した。トーマには俺が何を言おうとしているか察しているのだろう。ま、この辺にしておいてやるか。いくら俺でもこんな大勢の前でやりすぎてしまってはトーマと同類になってしまう。トーマがこんなにうろたえている姿を見れただけでも胸がスカッとした。俺がそう考えていると取り巻きの一人がトーマの肩を叩く。ちょっとトーマくん、あなたらしくないわ。大企業のエリートなんだから堂々としないと。その瞬間、トーマは取り巻きを睨んだ。うるさい。俺は大企業に勤めてるんだよ。たとえ庶務課だろうが、それは変わりないんだ。トーマの思いもよらない発言に、その場の全員が固まる。実を言うと、俺はトーマの会社に出向いた時に、清掃しているトーマの姿を何度か見かけていた。その時、同行していた営業の人に尋ねてみると、この会社では外部の清掃員は雇わずに、庶務課の人に清掃してもらっているらしい。だから、トーマが自慢話をしている間、全部嘘だと分かっていたのだ。ちょっと部署を変えて話してただけだろ？何が悪いんだ、馬鹿にしやがって。トーマが言うには、もともとは営業部だったそうなのだが、客先トラブルを何件も起こしてしまい、部署移動させられたのだとか。しかも、今着ている高級スーツや靴、高級車も全部レンタルで、二次会会場も無理をして借りたのだという。高級車はワナンバーだったので、見る人が見ればすぐわかる。ともかく、同窓会で見栄を張るために、いくら何でもやりすぎだ。というか、我を失っているからとはいえ、さすがに自爆が過ぎるのでは？俺は暴露するつもりはなかったので困惑した。庶務課の仕事だって立派な仕事だ。なくてはならない部署だよ。うちも庶務課があるけど、彼らのおかげで気持ちよく仕事ができて、いつも感謝しているくらいだ。俺の言葉に千歳が同意するようにうなずく。本心からの言葉だが、トーマにとっては逆に勘に触ったらしい。俺に恥をかかせて楽しいか？貧乏で通信高卒の社会のゴミだったくせに。トーマから暴言が飛び出す。あんたまだそんな。ユキがそう言いかけた時、千歳が前に出る。あなたは何もご存じないのでしょうけど、社長。いえ、カナタさんは誰よりも努力して今の地位についたんですよ。私ずっと見ていたから知っています。貧乏？通信校卒？それが何だって言うんです？学歴を問わず、偉業を成した人物はたくさんいますわ。千歳は淡々と説明する。医師と相談しながら体力づくりをし、通院してきたおかげで、昔よりは体が丈夫になった。仕事も人一倍勉強したおかげで、コネ入社だと陰口を叩いていた奴らをも見返す実力をつけたのだ。前社長の頃から秘書を務めていた千歳は、そんな俺をずっと見ていた。千歳の言葉にトーマはうなだれる。通信高卒で昔貧乏だった。その点しか見えていなかったトーマにとって、千歳の話は衝撃的だったのだろう。ふん。どうしたんだよ、カナタ。笑えよ。そうしたかったんだろ？ずーっと負け組だったお前が、俺を見下せてさぞ気分がいいだろうな。何が苦労を重ねてだ。お前が社長になれたのだって、親戚だからとか、どうせそんなしょうもない理由に決まってら。確かに、
血縁を重視して社長を選ぶ人もいるだろう。しかし理由は血縁ではないと前社長ははっきりと俺に説明してくれた。俺の仕事への熱意や社員たちへの誠実な態度で評価してくれたのだ。お世話になった前社長さえ侮辱されたと感じ、俺は眉を潜めた。たとえ庶務課だろうが、仕事を真面目にこなせば昇進できる。俺はさっきまでそう言おうと思ってた。でも無理そうだな。今みたいな言葉を吐いているうちは、お前はずっとそのままだよ。むしろもっと落ちていくかもな。せいぜい自分と向き合って頑張れよ。俺が皮肉を込めて言うと、トーマはうつむいて拳を握りしめる。そしてガツンと自分の高級車を蹴りつけた。あれ、レンタカーじゃなかったっけ？俺はそう思ったが気にせず、レンたちに用意したリムジンに乗ってもらう。そこへ空気になっていた取り巻きたちがおずおずと俺に近づいてきた。かなたくん、私たちもそっちに行きたいなーなんて。取り巻きの一人が俺に言う。トーマがいろいろと自爆した上に、あんな様子では俺の元へ行った方がいいと考えが変わったのだろう。俺はニコリと微笑んだ。あいにくだけど、さっき誘った時に断られたから、君たちの席や料理は手配してないんだ。また機会があったら一緒に楽しもう。その機会は来ないと思うが。俺の社交辞令に取り巻きたちは頬を引きつらせる。社長、皆さん乗り込まれましたので、私たちもそろそろ。千歳に返事をして、俺はトーマや取り巻きたち全員に言う。ではこれで。みんなはこの後トーマのところで二次会でしょ？楽しんでね。この空気感で楽しめるわけがないと分かった上で言うのだから、俺もなかなかの性格かもしれない。俺が千歳とリムジンに乗り込むと、レンたちがクスクスと笑った。見た？カナタが笑顔で言った時のあいつらの顔。スカッとした。千歳がシャンパンボトルを手に微笑んだ。さあ、皆さん、この後の時間は私たちで楽しみましょう。ね、カナタさん。そうだね。みんな今日はありがとう。俺は千歳や友人たちに感謝をしてみんなで乾杯した。その後、トーマの主催する二次会は散々だったようだとレンから聞いた。しかも、どこから話が行ったのか、部署を偽り、さらに取引先の会社社長の俺を侮辱した件までトーマの会社に伝わったようだ。結果、トーマは今よりも窓際的な部署に移動が決まったのだとか。トーマの会社の社長から丁寧な謝罪を受けて初めて知ったため、俺はかなり驚いた。トーマのやつ、もう同窓会に来ないかもな。ちょっと悪かったかな。電話でレンと話をしていると、少しだけそんな感情になる。レンはそんな俺の言葉を否定した。あいつ、中学の時から人を傷つけてばかりだったろ？てか、自爆だし。確かにそうだ。俺、本当にレンたちには感謝してる。ぽつりと言うとレンは笑う。お前には俺たちや千歳さんがいるんだ。これからも優しくて真面目なお前のままでいてくれよ。トーマみたいに性格が曲がんないようにな。俺はレンの言葉を胸に刻み、ああ、としっかりうなずいた。